久保さん。久保さんめちゃめちゃ猿の惑星見てますね。僕、あの、ニューヨークのあの、自由の塔しか多分あんま見てないと思うんですけど。<laughs> まあ、あれね、なんか最新版のやつもありますよね。な,なんかハリウッドでなんかリメイク、もともとハリウッドだったのかなまあ、あの、なんかリメイクのやつもあると思うんですけど。うん。まあ、でも本当に遅すぎますよね。<laughs> みんなね、遅いと思うんですよ。うん。まあ、久保さんも感じてると思いますけど、 ま、つべこべ言わずなんかやっちゃえばいいんじゃないかなっていう。うん。やっちゃえ日産じゃないですけど <laughs>。やれてない日産みたいなね <laughs>。矢沢永吉さんを CM にね、あのー、起用してね、やっちゃえ日産みたいなフレーズがあったんですけど、全然やれてないという、トヨタの一人勝ちかなっていう <laughs>。やっぱね、あの、トヨタの変化、ああのー、コンテンツだったり情報発信は、やっぱすごいなと思いますね。あの一流企業が、いろんな束縛、いろんな、 うーん、規約、いろんな世間的な目もありつつ、あの情報発信ができる。すべてを公開しちゃう。うん、労働組合とのやり、やり合いをね、YouTube で流しちゃうみたいなね。<laughs> まあ、ないっすよ。一流企業が。ね、コンプライアンスとかいろいろね、あれですから。それ一般で見れちゃうっていうね。だから逆に言うと、今はね、 その一流企業、もう本当、日本のトップの企業の会社の問題だったりとか、どうやってそれを解決してるのかとか、その全部わかるわけですよ。これはすごいですよね。だから本当に僕はあのトヨタイズムを見たときに、あの、もう、あのー、一人勝ちだなと思いましたね。時代のテクノロジーをしっかり活用して、やっぱ変化に対応していく。やっぱ日産はもう全然やっぱ遅れてるなと思いますね。まあ、他の会社も多分、あ,あれ、勝てないですね。 あんだけやられちゃうと。まあ、あとトヨタシティをね、トヨタシティもどうなるかわからないですけど、ただ、まあ、やっちゃってるってことですね。<laughs> 変化に <laughs>。時代の変化に、こう、やっちゃってるっていうね。あとね、トヨタもね、あの、すごいなと思ったのが、学校作っちゃってるんですよね。なんかそど、なんだっけな、僕も詳しくは見てないんですけど、トヨタ学園みたいなのあるんですよ。で、そこはもうトヨタで働く人をもう育成してるみたいな、なんか学校もあって、 これすげえなみたいなね。ですごいんですよ。なんかそのトヨタ学園の、なんかその、朝礼かなんか、な,なんかのこの集まりで、もう,う、まあ、まあ、言葉悪いかもしれないですけど、も、ま、う、あ、北朝鮮レベルの、うわしゃ喋って、うわーおわーみたいなやってんですよ。これすげえなみたいな。トヨタイズムをもう、あの、なんだ、あの、せ、なんだ、あの、 うんと、なんか、もう、心の中まで、こう、根付かす、根付かすっていう。もう根付かせた状態で、あのー、雇うみたいなね <laughs> あと。あ、そうトヨタ学園だったかなすごいですよ、本当にトヨタ学園だったかなうーん、トヨタ学園だったもん。あ、トヨタ工業学園。こんなのあったっていうのは、僕知らなかったんですけど、うん。 すごいですね、これね、トヨタ学園って。トヨタ工業学園っていうね。学校作っちゃってましたね。これ知らなかったんですけど。うんん。だからね、すごいですね、トヨタ。うん。だからまあ、今ね、今これからの時代っていうのは、本当にでき、とにかく早くや,やれた、やれる人が僕は残っていくと思います。もう間違いなく。これ言い切りますけど。 とにかく早く行動ができる人、それが多分全てだなと思います。明日はない。行ってらっしゃい。